国鉄滝8650経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、潤滑油添加材専用の30トン石炭車として1966年6月20日から1979年5月28日に、 かけて4ロット6両が日本車両製造を呼び、川崎重工業にて製作された。本形式の他に、潤滑油添加剤を専用種別とする形式には、タム9100系、タキ11800系の2形式が存在した。落成時の所有者は、日本ルーブリゾール工業、カロナイト科学の2社でありその常備駅は、竹豊線の竹豊駅、神奈川臨海鉄道浮島線の、 末広町駅であった。1979年10月より火製品分類番号93が表記された。1989年5月にカロナイト科学所有者4両が日本石油輸送へ名義変更され、常備駅は名古屋南港駅に変更された。タンク帯は耐抗性高張力構成で保温のための断熱材を巻き、薄光板製の規制が設置された。 二役方式は、タンク上部にあるマンホールからの上入れ、土質管からの下出し式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 12,450mm から 12,900mm、全幅は 2,400mm、全高は 3,870mm、台車中心間距離は 8,350mm から 8,800mm、 事業席は三十点零立方メートル、事長は二十点零トン、換算量数は、車五点零、空車二点零であり、台車は、ベッテンドルフ式の t r 四十一 c t r 二百二十五から2であった。九百八十七年四月の国鉄分割民営化時には四両が、JR 貨物に継承されたが、九百九十九年八月に、一斉に廃車となり、 同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。